真言宗のお坊さんなんですけれども、まあ香川はね、あの浄土真宗さん多いですけども、まあ、別にそれは全然関係ないです。あの乗り物が違うだけで行くゴールは一緒ですからね。あの真言宗のまああのドライブはこんな感じじゃみたいな、あの今日お知らせしたいかなというところで、まあ、一人一人だから仏さんがおってね、まあ、それぞれあの子供の時には夢中になってやってたことね、それなかなかこう大人の事情でなかなか続けられないみたいなね、まあまあ社会の常ですけれども、けどそれがね、それ自分が楽しくて、さらにその楽しいことで自分も経済的に豊かになっていくっていう道がある、それこそがまあ仏だっていうのが弘法大師の教えです。まあかなりあの曲解ですけども、あのけどまああのけどそれで幸せになれたらね、あのまあ仏教の用語で方便と言いますが、そういうまあちょっと変わったスタイルでのあの布教活動ですけれども、あのちょっとでも響いてくれて仏教に興味持ってくれたら嬉しいなと思います。それではあの真言宗弘法大師の教えをこうまあ皆さん分かりやすくお伝えしたいなということで作った、仏の太陽という曲いってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。Oh,
るよ。仏さん見つけた、かくれんぼはもう終わり。玄関が限定、外に入れても忘れないでよ。一緒にいるよ。もう溶けた、見つけた、かくれんぼはもう終わり。Woo!